皆さんは、ビーステッドをご存知でしょうか。このカードたちが実装される前の環境に、宝永をメインデッキに3枚採用することが多いが、ただ、ビーステッドが実装されたことにより、今の大会環境のメインデッキ、またはサイドデッキに、マグナムート2枚、さらに、ドルイドブルム1枚の採用率が高くて、さてその理由は、まず今の環境トップである、ティアラメンツは、墓地から融合素材をデッキに戻し、融合召喚を行うのため、この効果に対して、宝永を発動できないし、または、宝永を使っても、結果として手札が1枚減るのため、もし持久戦になると、差がどんどん開いて、逆に不利になる可能性もありますが、ただ、ビーステッド1の効果は、相手フィールドにモンスターさえいれば、ウリーチェーンで相手墓地の光、闇属性を除外し、手札から特殊召喚できるため、これで、ティアラメンツへのメタカードになります。また、マグナムートの特殊召喚成功時に発動できる、エンドフェーズにこのカード以外のドラコン族をサーチできる。これにより、同じくドラコン族の、ドルイドブルムをサーチできるため、結果として、ティアラメンツの動きを止めるし、次のカードもサーチできる。さらに、このカードの打点も2500があって、以上の点を合わせて、今大会環境のメインデッキに、宝永を使うより、この3枚の採用率が、もっと高いということになります。もちろん相手が、スプライトの場合、光、闇属性が少ないので、効果を発動しにくいが、ただ、これらを、宝永または、他のカードを入れ替えることも可能ので、柔軟性が高くて、個人としても、この3枚がおすすめします。皆さん的にはどう？もしよければぜひ皆さんの、ご意見をお聞かせください。それではまた次回でお会いしましょう。